あげましておめでとうございます。今年もお願いします。あのまさにね、こじきんが新年一本松本ひとし。新年2020年令和4年初開封なんだろうね。ゴツゴツしてんよ。なんか変な音するよ。こんにちは、瀬能です。捨て上げ様が何をもらったら嬉しいか考えすぎてわからなくなりました。つまらないものですがお尻に合えばと思います。あのこれね、すいません、あのこれあのパスカルっていうか、あの欲しかったんだよね。ごめん、あのこれ送った瀬能くんね、あの俺がね、ふざけんなよとか言うね、あのクソ寒いね、あのブチギレゲーガチギレゲーやると思って送ったんだろうけど、あの去年あげたさ、俺家にさ、あのなんか何者かによって襲撃されて、俺家がぐっちゃぐちゃになって窓ガラスとかバキバキに割れて、あの自転車とかのサドル、自転車のサドルとか、なんか鍵とかタイヤとかボロボロになって、ちょうどこのね、今乗ってるチャリのここ、サドルのここボロボロになってんのよ。カッターナイフで切りつけられててぐっちゃぐちゃになってるから、あのありがとうございます。その動画見て送ってくれたのかな。あ、もしかしてその動画ので見たからかな。あのありがとう、これはちょっと嬉しいっすね。ありがとうございます。まあ別に俺切り刻まれてても乗り続けてんだけど、すいません、あの瀬能さんありがとうございます。マジックにね、ありがとう、うん、ただもう供給過多。今家にねこれもう 1,2 セットあるんだよ。ただまあありがとうございます。まあ一生困ることはないね。風呂掃除に一生困ることはないでしょう。ありがとうございます。送り主ネゴケンさん、ステちゃんの大ファンです。おい、ネゴロくん元気にしてっか、仕事やめんじゃねえぞってカメラにお願いします。ステちゃんのリアルフェイスの大熱唱聞きたいです。おい、ネゴロくん元気してっか、仕事やめんじゃねえぞ。ゲリゲリでいつも生きていたいから、さあここを今乗り出して行こう。これ天城府じゃねえか。捨て上げさんのおかげで人生観が変わりました。お気に入りの動画は粉雪です。これからも動画投稿頑張ってください。応援しています。大王中華リバジョンさん。くそ、
特大サイズで送られてきたな。俺もう、え、これもうリストから外さなかったっけ。わあ、いいんだけどさ、いいんだけどさ、あ、これはありがとう、コンディショナー、ひまわりのコンディショナー、ありがとうね。やっぱ髪にね気づかないかん年齢になってきたから、捨て上げじゃないけどもうガチハゲになっちゃうから。送り主エグザイルアツシさん、捨て上げ様はじめまして。仕事の合間にですが、いつも動画を楽しく拝見しております。今後の動画投稿を楽しみにしておりますね。エグザイルアツシさんね、もう各界の著名人もね見てますから、うちのチャンネル。いやー、やっぱ違うわ、各界の著名人もね、大ファンという。ヒカキン超えたやろ。あ、見てるか、おい、開発しかり見てるか。ああ、それあの、これあの特別な意味はないからね、あのやめてね、あの脅迫とかじゃないからね。あのウーム入れてっていうあれ、そう、ウームの事務所でさ、あれもウームまで行くのめんどくせえな。ウームに入ってウームの事務所でもう毎日全部受け取ってくれればさ楽勝やん。でヒカキンが全部紹介すればいいんだよ。俺ヒカキンが紹介してそのビデオデータを俺に送って、その映像を俺のチャンネルだけでいいんだよ。やれやヒカキン。何これ、まずね電池ですね。電池ありがとう。電池ありがとう。と、ミノンのシャンプーありがとう。シャンプーありがとう。と、ちょっとこれはね、なんか検閲に引っかかりそうな物なんでね、検閲がその YouTube の規約的にちょっと怖いんでね、やめときますか。なんだこれ。そういうこと？大丈夫か別にこれ。なんか、これローションです、これ。こんなんあんだね、初めて見たんだけど、なんか、リックスローション。リュクスローション。っていう、なんか、ローションらしいです。送り主、サブリナエロさん。ちょっと待って。別に、名前本名じゃないです。ぬるぬるのお水です。動画にでも使ってください。高橋風磨くん、退学おめでと言ってください。これ支援なんか、高橋風磨くんって。いうのがさ、君本人ならまだしもさ、なんか、ね、このサブリナエロがね、なんか個人的に恨みを持ってるだから、だからいじめてるだからの、なんか別の人間だとしたら、そいじめに加担することになるからね。高橋優馬くん、大学おめでとう。個人の感想です。誰やねん、高橋修馬って。なローションな、老眼に使うって言ってもな、まあ考えときますわ。何これ、なんかスーパーボールいっぱい入っている。
もうなんかスーパーボールいっぱいとなんか小賢しいことしてんね。なんでこいつらを逆に入れなかった。この2つさ、あの気持ち悪いラッピングしてあるけど、なんでこれ野ざらしでムキムキで。こいつかよ、またこいつかよ。ハゲさんにおむつを送ります。おまけでスーパーボールもお送りします。コッペパンになりそうだ。アブドゥラ・マサキ。このガチ勢来たね。ちょっと一つは特別です。何何、まあ、スーパーボールがとりあえず取りまスーパーボールが5個ね。スーパーボール5袋。うん、でアブドゥラ何、おむつって何、おむつって本当におむつ。あ、ちょっと待って。あー、まあまあまあ。まあ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 、本当におむつだね。L サイズのおむつ。まあ、そうですね。サイズ的には OK なんだけど、まあいいか。ありがとうございます。まあまあ、使えますね。まあ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 。うちが使ってるメーカーではないけども、まあいいでしょう。うん、で、最後なんだい、うん、まさきなんだよ。いらねえ。てかさ、これいつまでやればいいの？もうそろそろさ、飽きてきたやろ。もうそろそろもうペーサー落ちると見込んでる。うん、そろそろ、もうそろそろ。大量のあれですね、トイレットペーパーとか。もういらねえよ、バスマジックに。いい加減にしろや。誰やねん、これ送ってきたやつ。おい、トイレットペーパー4個とバスマジックリン。誰だこれ。オグリネシ、名字だけにしとこう、本名っぽいから。村上さん、コロナウイルスは存在しません。政府の陰謀論です。ワクチンにはマイクロチップが埋め込まれていて政府に操作されます。何これ。2つメッセージあって、もう一個違う名前なんだけど、小栗氏、田口サラサさん、都立 T 高校の受験生です。大学受験のプレッシャーで不安です。応援のメッセージください。あ、落ちるよ。よし。何、受験生、高校受験生、何これ。都立 T 高校、ああ、大学受験生ってこと。何度も言うけど、この時期に YouTube を見てるようなやつで受験に受かるようなやつがいると思うね。ガキお断りって何回言ったらあかんだよ、うちのチャンネルは。くせえんだよ。風呂入れや。ごめん、ちょっと言い過ぎた。すまん、言い過ぎました。いかんね、やっぱ育ちの悪さ出てるわ。生まれはいいが育ちは悪い。バイ麻生太郎。まさに俺もそうだ。生まれはいいが育ち悪い。出ちゃってるわ。すまんね。
まあ受験なんてね、遊びだから言っちゃ悪いけど、受験で人生決まるわけじゃないんでね、ああ遊びだと思ってさ、遊びで緊張しないっしょ、みんなで遊ぶ時に。何これ、味付け海苔。まあ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 いいでしょう、味付け海苔と、何これ、送り主無敵の人、いつも楽しく動画拝見させていただいています。はい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 、ぶっこびき、サクサクいくよ。16本、おいいペースいいペース、今日自己ベスト出るか、自己ベスト出るか。このね、カッター来てから、申し訳ないけどこれしか使ってないんだけど、いろいろカッター送ってもらってるんだけど、カッター来てからやっぱねタイム伸びたね、よし、もう勘弁して、もう勘弁して。これ何、時間差で送られてきてんのこれ、バスマジックリン、もう勘弁して。何これ、バスマジックリンでもう、ああ、家がバスマジックリンで埋もれちゃうよ。いらないな、もう。いらないわ、これ。死ぬまで、死ぬまでもうこれさ、足りるでしょ。マジで、70年後とかまで多分これ使ってるぞ。だってもうこれ、5セットくらいあるもん。これ、1、2、3、4。4×5、20。ああ、でも20か。いや、さすがに死ぬまではきついか。でも風呂って、風呂掃除って別に、ああでもそうか、なっ、トムリドル、あ、でもね、メッセージ、メッセージ、これね、ちゃんとメッセージをね読まなきゃいけない、まあゴミみたいなのは読まないけど、読まなきゃいけないね理由というものがねちょっと存在することになった。なぜかというと、僕法律を調べててね、やっぱ勉強熱心だから常に知識をねインプットしていくから、法律調べてて、そもそもこじきって犯罪なんだよね、こじき行為ってのはそもそもね犯罪だそうです。ただその、条件を満たせばというか、どういうこじきが犯罪になるかっていうと、不特定多数の人間にただお金をくださいみたいなのを、ネットでもそうだしリアルでもそう、場所は問わずそうすると、なんか軽犯罪法違反みたいになるらしいんだけど、だからその乞食行為というか、その対価を提供すれば、だからそれは乞食にはならないみたいなのがあって、要は、例えば今いろいろね、だからもう乞食というか一方的に送りつけられてるだけでも半分嫌がらせてあるんだけど、俺が今ね、こういっぱい送られてきてるんだけども、それに対してね、書かれてるメッセージを読むというね、対価を提供することでね、法をすり抜けることができるっていう、見つけてやったんだよね。いつの時代もね、金稼ぐやつはこう使っていくか、そういうことだ。送り主本名っぽいから、水田さん、ギフトお楽しみください。ああ、これあれだね、逆キッズだね、アダルト系ね、これ今本名見た感じちょっとね、ガチでちょっとアダルト系の、多分俺より一回り二回りくらい年上っぽい、人だったんだけど、逆にちょっとね、そういう機会にちょっと疎いからね、メッセージを打つっていうことをせずに送っちゃったパターンで、ただし送ったものがクソだったっていう。ただクソとかちょっと最低すぎるわ、今ただでね、こんだけ送ってもらってくるのに、クソは言い過ぎだった。よし、そうそう、ちょっとカメラアングルね変えてね、ポイしょいしょい、カメラアングル変えて今こんな感じよ、開けるぞー、テレ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 、と思ったんだけど、俺
でしょうな。俺って寒いね。くっそつまんないな捨てあげて、うん、たまにね、あの我に返ることがあって、何このクソつまんないチャンネルって思想になるね、瞬間が。送り主増えるといいねより、さん、新年明けましておめでとうございます。ますますのご発展心よりの願っております。増えるといいねっていう人なんか何回か見かけるけど、ちょっとネタが分かんねえんだよ。まあありがとうございます。コンディショナーはまあいいね、いい塩梅できてる。ただそろそろもう、あ、でもちょっとバスマジックリはもう外したはずなんだけどな。コンディショナーはまあいいペースできてるけど、このね、バスマジックリの立ちが悪いところは1セット4個入れてくるところなんだよ。まだこれが1個だけで組んだったらね、まだいいんだけど、おかしくなるよ頭。なんか絶妙なんだよね、バスマジックリンが大量に来たところで。なんか嬉しくもないし、かといってまあいらなくもないから反応しづらいっていう。でタダでもらってる建前上ボロクソは言えないっていう。何これ、退職して無職の期間がありました。あなたの動画を拝見し、前向きに心に余裕を持ち就活できました。その時のお礼としてささやかではございますがギフトをお送りいたします。ダンちゃんさん、あの触った感触ね、バスマジックリン系なんだよね、感触的に。ただあの幅がないから多分なんかボディーソープとかそういう感じ。まあ一つ言いたいのが、そんなね、そんなもん送ってくるのにこのギフトいらない、ラッピングいらない。その分あーコンディショナー、まあ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 、シャーロットにビッグマン、ビッグバース寒死ねや死ねやすだけ決めんで帰れ。おお、なんか調査兵団みたいな色してるぞ。なんだ。明けましておめでとうございます。スポーツやってて苦しい時も捨て上げさんのおかげで頑張ってこれました。ありがとうございます。ブクブクブー気持ちいいって言ってもらえると嬉しいです。ブクブキムチ、これもとっくにリストから外したはずなんだけどな。まあありがたいけど、トイレットペーパーはまあ使うからね一生。なんか時差が起きてるのかな。何これ、火星でも住んでんの、地球人ちゃんと。おかしいな、うん、まあありがとう、ありがとうございます。 なんて読んでた、なんて書いてあった、ちょっと忘れちゃったけど、なんかスポーツがどうのこうので、気持ちいいとか言って、若年性アルツハイマーだから忘れちゃったけど、まあ、うん、まあ、俺はあの救ってるからね、あまたものね、人間どもを救ってるから。ああ本当は もっとね評価されてね、しかるべきね人材だと思うんですけど、脳あるたか爪隠すってか。なんだこれ、なんかちょっと待って
あーですね、キューピーアイルソース、うん、なんか段ボールの中にさらに段ボール、わーお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 、ん？てかいつの間にオイラ軍手外した？わーお、わーお、わー、わー、助かるわ。パスタいっぱいねありますからね、助かりますねこれは、うん、あ、あとなんかあった、危ない危ない、たまに見落とすんだよな、あのこのごちゃごちゃってなってる時に、これマルチビタミン、朝日のサプリティアナチュラル、これね、これ一缶で、あのまあいろんな栄養素が取れるっていうマルチビタミン、いいですね。送り主 Y さん、明けましておめでとうございます。動画投稿と筋トレ頑張ってください。一生ついていくなり、久しぶりにアルプス1万弱お願いしやーす。もう一個パスタソースやーす、くっさいね。ここら辺の軍団、このペラペラ軍団、ひょろがり軍団行くわ、ここら辺の。ちなみにこういうのはマジで、ね、あの返品対応して、その際にね、欲しいものリストって返品するんですけど、いらないものとかは、まあ、返品すると俺にお金が返ってくるんだけど、そのお金を負担するのはまず、こういう嫌がらせを送ってきたガキで、なおかつ、この返品する時の俺が払う送料も俺が払った分、後々正規がね、そのクソ、君らクソガキに行くんで覚悟しておいた方がいいよ。最強なのよ、欲しいものリストを受け取る人間っていうのが。まあ、1円も本当に何をしても知らなくていいから、うん、しかも返品したら、お金になって帰ってくるっていう。うん、あ、ザラないで。めっちゃかさばるね。わざとクソかさばるね。放送してね、送料、ゴリッゴリの送料かけてね、返品してお前、地獄にしてやるわ。あ、くさばれ。もうこういうクソみたいなものを送ってきたやつは決めたら次から読まないし、うん、とか紹介しない、うん、まず物自体を紹介しない、うん、はい、死んどけ。さすがにちょっと死ねは言い過ぎだけど、まあまあ、死なずに死んどけ。
ちなみに今のあの規約上 YouTube の規約上ちょっとあれかなっていうブツだったんで。お、窓ガラスクリーナーシート、ちょっとさっきの規約アウト系キッズ何書いてあるの？なんでメッセージ書いてねえの？たまにいいんだよな、メッセージを。なんか手紙が入ってない。これじゃあマジで別のやつに入ってるのかな。クリーナーシートね。送り主ベイグ誠さん、ごまかしきれない目でダンシングナイト走り出した。おあおあ窓付近にどうぞ。インド第一党党首ベイグ誠より。あ、今日は今何分だ？これ32分か。くそ。今日も残業か。勘弁してくれよ。こんなブラック企業やめたいよ。くそじゃん。おーっと待てよ、ちょっと待てよ。うわ、何これすごいな。ものすごい量だと。見えるかな。まあ赤ちゃんの遊び道具ですかね。とか、アンパンマンお出かけポーチ、お出かけポーチですね。綺麗に拭けたよ、お出かけポーチ。おう、お出かけポーチ。何これ、これ何。あ、お尻拭き、お尻拭きのなんか、うん、アンパンがなんかいる、アンパンマンが、アンパンがいる。お尻拭きのケースですかね、これ。うん、おっと、これはワンタッチストローマグ。マグカップ、子供が飲み物飲むときのあれやね。で、あ、ね、コンディショナー、ひまわり。で、あれですね、まあ、なんつうの。さっきのアンパンマンのケースに入れるウェットティッシュみたいな、手口拭き、そう、段ボールでね。それから、うわ、多いな、あー、パワー。除菌シート、お尻拭き、あ、このなんかお尻拭き、除菌シート、手口拭き、なんか3種類いただきました。うわ、なんだこの、こいつは相当あれなんじゃないか、相当送り主某専門学生さん、クソメッセージ多いな。明けましておめでとうございます。いつも楽しく見てます。新年一発目の気持ちええが聞きたいです。気持ちええ、なんかそれ以外のメッセージ7個くらい、まあ送ってきた日品数が多いからメッセージ書く欄めっちゃ多いくせに、なんか何一つ書いてないんだけど、これ以外。何この謙虚な人間は、うん、なんで、あの、もっと書けるのに、なぜもっと書けるのに書かなかった。ああ、なぜ君は書かなかった。ああ、まあ、別に構わんが、それは君のね自由だから構わんが、うん、まあもっとね、あの、がめつく、人生がめつくいった方がね、いいぜ。泥臭くね、欲にまみれて強欲に行こうや。ただまあこの姿勢は嫌いではない。まあ単純にめんどくさかったのかもね。でも専門学生が本当なんだとしたら、よくなんかこういうのを知ってるね。若いのによくこういう、なんつうの、育児用品みたいな知ってるね。まあどこまでが本当か分かんないからな、実際のところ、うん、いくらでも名前、専門、名前なんて関係ないしな。
しょよいしょよいしょ。肝心のさシーンでなんかこの顔映ってない、多分今顔映ってなかっただろう。ただ気持ち悪いひょろがりのなんかベイマックスみたいなモコモコの服着たキモいのがあーとかやっただけじゃないか。今映ってなかっただろう。口だけ映してもしょうがないんだよボケ。ですね、一つはなんか本ですね、うん、これはブックオフ行き、生命保険は入るほど損、知ってるわ、こんなの知ってるんだよ、誰だと思ってんだよ。中央大学小学部会計学科出身だぞ、なめんじゃねえ、エンジェル投資家だぞこっちは。で、Amazon ギフト券、 Amazon ギフト券のね、金額指定タイプだね、金額指定タイプだね、ありがとうございます。これいくらやろう、ね、いくらやろう、ちょっと見てみるか、何が出るかな。まあ金額指定って何、最低何円から設定できるんだろうね。こんな感じでね、かわいいかわいい紙に入っておりまして、うん、ちゃんと雨ギフ入ってて、ペラッと、シールを剥が、痛いよ、そういう冷め反応が嫌いなんだよな俺マジで、死ね、捨てあげ、嘘だよ、あの捨てあげ嘘だから、死ねはいかんでしょ。これ今ねなんか便利な機能でね、なんかスキャンして、スマホでねスキャンしてなんか Amazon ギフト登録できるっていういい機能だよな。登録する、1350円、まあ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 、なぜその数字になったかは分からんがいいでしょう、まあ、一番喜ぶのはこれだから。で肝心の激賛メッセージなんだ、あれこの人前もいなかった、送り主 N ヒロさん、釈迦に説法ですが公的医療保険で多くのリスクが回避できます、民間保険に入る際は十分お気をつけください、ブックオフ行きで気持ちいい、1350円分の天城風同風または別の箱にお入れしました。あこいつちょっと使えるな、あちゃんとね、あの別にねこれがブックオフに行ったとしても構いませんと、もう捨て上げさんのねお力ないなら、捨て上げさんのお役に立てるならもうね、あの何も見返りはいりませんみたいな、いいね、ビッグバース。あ、信州そば、いいね、いいですね、そばね、おーちょっと新しいね、そば、俺そば好きなんだよな、実はかなりそば好きなんですよ。送り主スーテさん、勝手にオープンキャンパス創価大学編再アップ悪しろよ、で
これね、気づいてた方もいると思うんですけど、三ツ矢サイダー、三ツ矢サイダーの箱ですね。まあね、三ツ矢サイダーなんだっけ、合成着色料、食品添加物、無添加だっけ。まあそこら辺は消化してやる。明けましておめでとうございます。2022年が須田川様にとって明るく希望にあふれる1年となりますように。最後に勘弁してくれよって叫んでください、ちいかばさん。勘弁してくれよ。でちなみにね、あの画面外にね、あの画面、あ、映っちゃってるわ。うわ、カメラのアングル変えたことで映っちゃう。まあ、ちょっとね、紹介するかは、メッセージ見てから決めるけど、もう見るからに箱を開けなくても、あ、嫌がらせだなって分かるブツが送られてきてるから、それは多分紹介しないけど、まあ、ちょっとメッセージを見ますわ。まあ、地獄にしてやるからな。ああ、調子乗ってくすだけやな。ちなみに俺、マジだからね、本当にリスナーに寄り添うとかかわいそうだなみたいなのないから、正直言って、そういう迷惑行為をしてくる人間に対しては。メッセージ、ダンボール愛好家の同志へ動画を見させてもらった。ぜひ受け取ってほしい。 PS、 MSF に入隊する気はないか、スネークさん。まあこれちょっとね、悩んだんだけどこれ俺がメタルギア好きじゃなかったら、まあ今の文章も読まなかったし、まあ、紹介することはなかったな。ただこれ最後に紹介してあげるわ。紹介というか、もう次からはこういうの、本当に紹介しない。こういう、なんか、ただの段ボールを送ってくるやつ。これ、ただの段ボールなんだよ。ペラペラの。何個か4枚くらい入ってる。ただ、こういうのって送られてきたところで、迷惑だから、まあ、ただ、俺がメタルギア、好きだから、ちょっと、今回だけ、まあ、紹介したけど、次から、さっき、俺が紹介せずに投げ捨てた袋とか、検閲に引っかかったものとか、YouTube の規約上ちょっと紹介してたものは、まあもう紹介しない。箱を開けた時点であって思ったらもう何も言わずに、はける。もしくはもう箱を開けなくてもこういうやつみたいに、もう送られてきた時点でクソだなって分かるものは、もうそもそもカメラに入れないし紹介しない。で、返品対応して思いっきり請求する金額を。なめんなよ。マジだから、調子悪いんじゃないぞ。なんか俺がキレてるのを見てね、うわ面白い、スタッフ面白いみたいな感じで思ってるかもしれない。俺はマジでやるんで、俺をいい人だとかね思わないで、自業自得だから君は。あんまり大人を怒らせない方がいいっすよ、本当に。ね。インターネットは怖いから、本当。なんで、まあ、いくらぐらい請求いくか分かんないし、まあ、Amazon に普通にこれ通報するんで、こういうのね。まあ、それだけ言っときますんで、何度も口酸っぱく言ってるから、俺はもう一切の苦情聞かんし、本当によろしくね。人の不幸をね、人の不幸を見るのことほどね、美味しいつまみはないですわ。想像するだけで楽しいね。ということで、まあ今日はおしまいかな。
2022年1月1日、新年初こじきん TV 開封動画終わりか。もうそろそろ、まあ、ペースは落ちるだろうと思うけど、まあね、先ほども言ったような、方針でやっていくんで、クソみたいなもんはくれぐれも送らないよ方がいいっすよ、本当に。であとなんかペイペイ、あのペイペイって電子マネーってあのなんか勝手に人に送ることができるんだけど、あれでなんかお金を集めようかと思ったんだけど、あのペイペイはね、なんかね、あれ多分違法犯罪になると思う。いろいろ調べたけど、あれそもそもペイペイの規約上、なんか不特定多数の人間からそのペイペイを募る、電子マネーを募集するのってダメなんだって、だからまあ多分ペイペイはもうないです、ペイペイ小事件はねもうやらない、やるとしたらまあこのままね天城府小事件 TV か、まあ他のね方法何かしら考えてやっていくんで。ただもうそろそろ本当に君らも飽きてきてたでしょ。俺ももうね、もう来ないでくれ来ないでくれって思ってるんだよ。毎朝もう悪夢にうなされてるんだよ。今日明日また来たらどうしようみたいな、悪夢うなされてっから、なんでもう本当にそもそも来ても紹介しないかもしれない。まあ良さそうなものは紹介するけど、何度も言うけどゴミみたいなものはもう紹介しない。本当にそのまま返品する。もう何もせずに、それが一番楽だから。来た時点で、あ、これいらないっすっつって返品する、業者の人に。もう仲良くなったから、もう今日もね、毎日顔合わせてるから、アマゾンの業者の人と、もう明けましておめでとうございますっつって、寒いですねみたいな感じで世間話してっから、もう結構ねマブだから、もうそのまま引き取ってもらうから、ってな感じで。あと多分業者の人に聞けばね、開けなくてもね、商品が何なのかって大体その分かるから、なんか変、これなんかおかしいなっていう箱、段ボールが来たら、これ何ですかねみたいな聞いて、変なもんだったらもうそのまま引き取ってもらうんで、金無駄にするだけだからさ、ざまあみる。この動画はね、見てる時点で、すでにもうポチっちゃって、ね、クソみたいなもん、もう今配送中になってるね、クソアギいるかもしれないけど、ざまあみる。なあ、死んだけ。口癖になってるわ、最低だ、それはいかんって。どんなにね、どんなに人憎しとも言っちゃいけないことは間違いなく。これ道徳の授業よ。